優先座席など、椅子への着席を優先、もしくは促す座席である。世界各国において、鉄道、バスにおいて、優先席を設置している事業者は存在している。優先座席は、他の席と座席表地の色を変えたり、座席部の壁や窓に、優先席を示すピクトグラムステッカーを重付したりする。また、席自体が、乗降扉の近くになるよう、 設置されるのが一般的である。東武鉄道の優先席表示優先される乗客のイラストと、またニティマークヘルプマーク及び携帯電話の利用上の注意喚起文が記されている。東日本旅客鉄道 E235 系電車の優先席車椅子、ベビーカー用のスペースが併設されている例。京王電鉄の 思いやりゾーン優先席に相性を付与したのと同時に、吊り革をオレンジ色のものに交換した。西日本旅客鉄道岡山支社館内におけるプラットホームベンチの優先席日本の鉄道事業者によっては、駅ホームドアや床面に優先座席のマークが表示されており、優先座席に乗りやすい配慮がしてある。最近では、 優先座席とベビーカーマークが一緒になっている車両も多く、ベビーカーを畳まずに乗車しても周りの迷惑にならずに済むようになっている。関東地方では優先席の故障を使うことが多く、近畿地方では主に優先座席の故障を使うことが多い。また、札幌市交通局では専用席、京王電鉄では愛称として思いやりゾーン。 広島電鉄では、譲り合いの席、伊予鉄道では、思いやり、ゾーンを使用している。英語表記は、コーテシーシートとプライオリティーシートの二通りがある。日本で、本格的に行われたのは、1973年9月15日より、旧、日本国有鉄道により、シルバーシートの名称で、中央線快速をはじめとして、東京。 大阪の国電区間に順次導入され、私鉄でも同日に、伊豆箱根鉄道スンズ線、太友山線両線で、シンボルマークのデザイン等を流用して、同名のシルバーシートとして、使用開始されたのが始まりである。シルバーシートの名前を付与したのは、国鉄で設定した当初、高齢者を対象にし、他の座席と区別するため、本社旅客局営業課長だった、須田博志が、 座席の色を変えることを提案、浜松工場に在庫があった、新幹線冷系電車の普通車座席に使う、シルバーグレー色の予備布地を利用して、シートを設定したことからと言われる。これらに習って、大手施設など、他の事業者でも導入が始まった。施設では、座席表地の色については、必ずしも踏襲していないが、識別マークは、シルバーシートを引き継いだ。 故障は、シルバーシート、優先座席とまちまちであった。当初は編成の先頭、後尾車両の端部と反対側に設定されたが、やがて各車両の一端を優先席に設定するようになり、拡大が行われた。近畿日本鉄道や京成電鉄、北総鉄道などでは2010年代後半頃より一両に設置している。 優先座席を一旦のみより両端へと拡大している事例もある。ホイール上の席に記載されている高齢者などが座らないように求めている注意書き。しかし1990年代後半からは利用対象を高齢者や身体障害者以外にも怪我人、妊婦、乳幼児連れなど一時的に何らかの障害を持つ人に拡大するため、 高齢者専用を思わせるシルバーシートという名称から各鉄道、バス事業者とも優先座席もしくは優先席への変更が進んだ。また、関東の大手施設などを中心に優先座席付近の吊り革をオレンジ色にするなど吊り革や床の色を変えている事業者もある。札幌市交通局では優先座席に当たる座席を専用席としている。 ラッシュ時や車内が空いている際は、若者や健常者も利用されている。車内での携帯電話は、専用席付近は、電源オフを呼びかけている。なお、2015年までに製造された、ノンステップバスなど低床車両の最前部の席は、ホイールの上部に設置されており、着席のために急な段差を上り降りする必要がある、ことから、事業者が、 安全性の観点から、シートベルトを設置したり、優先座席の対象者となる乗客には、使用しないように呼びかけているケースがある。2015年以降に製造された、ノンステップバスでは、イスズ自動車やヒノ自動車など、大手メーカーが、低床部分を増やす目的で、燃料タンクをホイール状に移設するという車体の使用変更を行ったため、 座席自体が設置されていないものが主流となり、この仕様との整合性や2019年に発生した新型コロナウイルス感染症への対策から、従来車の最前列の座席を使用禁止にする事業者もある。1984年の大阪駅、シルバーシート5乗車口の案内板が見える。このマークは座席を表現したピクトグラムだった。 東京都において外見からは体の不自由がわからない人が優先席などのサポートを受けやすいようにする標識ヘルプマーク優先席を表すピクトグラムについては JR のものがすでに一生登録されていたため国土交通省による2005年のノンステップバスの標準使用策定に際しては私鉄で使用しているものに札幌市交通局のデザインを元にしたものが多いことから 同局の許可を受け再デザインがされた。その後、2006年に公益財団法人交通エコロジーモビリティ財団で右向きに座った形の新たなピクトグラムが作成され、2014年7月22日には ISO7001 並びにジス s z 8 2 1 0に追加された。これを受け、2015年10月の優先席付近での 携帯電話使用マナーの変更に関連して JR 東日本を含め新デザインのピクトグラムへの変更が始まっている JR 西日本では優先席の標準ピクトグラムと同時に ISO7001 と JISZ8210 に追加された優先設備汎用の立った姿のピクトグラムを使用していたが2019年にまたニティマークとヘルプマークの案内を追加して デザインを変更した際に優先席の標準ピクトグラムを表記したものに改められている。日本では若者が優先席対象者に優先席を譲らないという事態が日常的に起こっているとされている。これについて多くの日本人が持つとされる誰かに迷惑をかけてはいけないという心が起因しているとの指摘がある。すなわち若者は 譲ったら、私はまだ席を譲ってもらうほど年を取ってはいないと怒られてしまうかもしれないと忖度し、譲られた側は、周囲に迷惑をかけたくない、若い人は仕事で疲れているのだから座らせてあげよう。私はすぐ降りるのだからと考えている、とのことである。また、周りの誰も譲ろうとしないのだからという集団心理も、あるとの指摘もある。上述のように、 専用席を設けている札幌市交通局も1974年4月から1975年3月までは優先席としていたが若い健常者が占領することが多かったため1975年4月に専用席に改めた携帯電話電源オフ車両とは指定された車両の車内全体で携帯電話の電源を切るものとする 取扱いルールが定められた車両である。2014年7月15日以降、このルールを実施している、鉄道事業者は存在しない。東京急行電鉄は、2000年10月16日から、携帯電話のマナー策定にあたって、編成中の偶数号車を、携帯電話電源を付車両とした。地下鉄との相互直通運転を行う路線があり、乗り入れ相手先が、 電源オフ車両を設定していなかったことから2003年9月15日に廃止し京王電鉄小田急電鉄で採用されていた優先席の周りは電源オフとした。阪急電鉄は2003年6月10日より採用した。当初はあくまでも試験的な導入であったが同年7月11日より本格導入され。 阪急電鉄とのせ電鉄で終日各編成の先頭と最後尾の計2両に設定された。翌2004年2月16日からは、阪急電鉄と相互直通運転を行う大阪市営地下鉄、堺筋線、及びグループ会社の神戸電鉄でも導入がなされた。特に堺筋線では、大阪市営地下鉄の他の路線とは異なり、 乗り入れ先の阪急電鉄に合わせて8両編成の先頭と最後部車両を終日携帯電話電源オフ車両とした。2007年10月29日には阪急電鉄、野瀬電鉄、神戸電鉄が優先座席を各車両に再設定した際、携帯電話電源オフ車両は1両に変更された。横浜市営地下鉄では全車両が 携帯電話電源オフ車両と同様の取り扱いとなっていたが、全席優先席の扱いは継続したまま、2011年7月より、順次各車両に携帯電話電源オフエリアを設け、そのエリア以外での通話を除く携帯電話の使用を認めることになった。横浜新都市交通も、当初は全車両が携帯電話電源オフ車両と同様の取り扱いとなっていたが、 2008年4月1日から編成中の偶数号車を優先車両とし、当該車両のみを携帯電話電源を不車両としていた。ニューヨーク地下鉄にはプライオリティシートと表示された優先席が各車両に設置されている。ニューヨーク州では高齢者、障害者に席を譲らなかった場合、50ドルの罰金が課せられる。サンフランシスコのミニバスには、 車内前方に優先席が設けられている。バンクーバー市内のバス車両には優先席が設けられている。ロンドンのダブルデッカーのバスでは1階前方に優先席が設けられている。ローマ地下鉄には車内に優先席が設けられている。ウィーン地下鉄にはお年寄りのための優先席やベビーカー専用スペースが設けられている。台北都市運。 台湾高速鉄道等の車両に、白愛座と呼ばれる、優先席がある通勤系車両への設置が、大半の中、台湾高速鉄道においては、自由席車両各社に、白愛座が設置されており、有料特急において運用している点が、特徴的であるバスと地下鉄に優先席があるまた、大田広域市都市鉄道公社は2011年から、妊産婦配慮席を設けている。 妊娠初期は見た目ではわからず、妊婦自身が頼まないと譲ってもらえないため妊婦の専用席としている同社は2015年に席の色をピンクに変えす席の前の床にステッカーを貼ると様々な努力を重ねてきたがあまり守られなかったため2016年11月1日から全席にここは妊産婦配慮席ですと書かれたデリベアを置いているバンコクスカイトレインでは 僧侶の優先席が一般的な優先席とは別に設置されている。これはタイの僧侶は会立で女性に触れることを禁じられているためである。優先座と呼ばれる優先席があり、現在地下鉄ではこれを一両あたり二席から四席に増設する措置が進んでいる。ジャカルタの近郊鉄道も課税は車両の両端に優先席を設けている。そして、 PKD と書かれたヘルメットをかぶった男性スタッフが、随時車内を巡回し、優先対象者がいると乗客の膝を叩き、あなたより困っている人がいますと席を変わるよう促す。最近は、自主的に席を立つ傾向も見られる。シンガポール MRT は、乗車口の両脇に、リザーブドシートと表示された席が設けられている。ありがとうございます。